吉田さん「節穴」っていう漢字こうやって書くらしいんですよ。「目をなくす」って書くんですけどね。マージャンやってるときにいろんな勉強になる名言っていうのがあったんですけども、まあ、その中に一つねあのなんか目が二つあって頭まであるのになんで考えないんだっていうふうに、まあ、言葉があるんですよ。私は言われたわけじゃないんですけどねそういう言葉があってね。それは麻雀をやってて 全然勝ててない人に対して言うんですよ考えた方がいいよって。本人は考えてるつもりなんですけども、全然分かってないよってことなんですよね、うん。あの、例えばね、これオカルト見えてるんですけども、大体いいできるようになってくると、座った瞬間に誰が勝つかわかるんですよ。もう顔つきとかでね、分かっちゃうんですよね。それだけで勝負終わりなんですよ。うん。あの、ある人に言わせれば、あ麻雀っていうのはね、あの、大体半ちゃんって言って、 まあ、早い人で30分、のんびり移す人で50分、一勝負かかるんですけども、座って、5、6分やったところで、もうこっから先は同じでしょって、帰りますって言われたらしいんですよ。やってみないと分かんないんじゃないかよって言うわけなんですよね、そこに対して。やってみないと分かんないレベルなんでしょ、君はと。やってみなくても分かるレベルなんで私は、同じところに座らせないでくれって言うらしいんですよね。うん。まあ、だからそれがね、本当。 はったりなのかどうなのかってまた議論の分かれ目ですけども確かにねあのー、ワンちゃんに例えれば分かるんですけども勝てる方って吠えないんですよねでじっと黙って戦わないんですよ無益だっていうらしいんですよそれがね昔の武士道にもあってあの街、ー、でねこう出会った町民が「うんそっんだお主お前刀を抜け!」とか言われるわけなんですよで上級者の方は「いや無益だ抜かないよ」っていうわけなんですよ <laughs> で、なんだ、怖くなったのか、わはは、みたいな感じでね。うん、去っていくらしいんですよ。無益だな、って去っていくらしいんですよ。まあ、それは、あの、戦わずに去っていく選択をした方は、とんでもない上級者なんですよね。で、相手の、吠えてた方は、相手の力もわからないぐらいの、まあ、三下なんですよね。本当になんかこう、生半可なんですよ。で、あの、なんですかね。ちょっと話が、 変わるんですけども、ここまでの話を前提に聞いていただきたいのは、吉谷さんと私がね、多分、独立したっていうかね、なんか状況一緒ぐらいじゃないかなと思うんですよ。私もだから、将来は会社員しか選択肢がなくって、その他のものがなんとかあるんじゃないかなと、喫茶店のマスターとか、自分で会社を起こすみたいなのあるんだろうなと思ったけど、そもそもその方法が落ちてなかったんですよ。なぜなら周りに、会社をやりましたって人はいなかった。 そして情報を取ろうにも取るところがなかったんですよせいぜい物知りだと思っている学校の先生に聞くぐらいだったんですけども当然学校の先生社会経験ないですから一切ないですから全くないですからだからね答えようがないですよねどうやって起業するのかどうやったら企業の就職活動に通るのか今度は全く教えられないんですよで自分勝手な面接の練習ばっかり生徒にさせるからそれは進路行き詰まっちゃいますよねほとんどの生徒がね そんなチンプン幹んなことをしてるわけですから。でも、だんだん情報が明らかになっていく中で、最初ね、本屋に行くと、その株式会社の作り方ってあるわけですよ。で、株式会社の作り方っていうのがあって買ってみたら、ぶっとい本だったんですけど、確かにね、作り方書いてあるんですよ。その中で、資本金を用意しましょうと三3000万とかあるわけですよ。無理だろう、うみたいなね。その3000万がないから会社作ろうとしてるのに、なんだよこれは、みたいな。結局、金持ちしか、 その金持ちの既得権益のお入れ物たるね、会社を作ることができないっていう仕組みだったんですよ。で、インターネットの時代が始まって2005年に、えー、新会社法っていうのができましたよねで。そうすると1円で株式会社作れますよ、みたいなことになったわけですよ。そうすると会社を作る人っていうのがボンボン出てきて、で、会社の作り方っていうものが最初ね、20万円ぐらいで売れてたんですよね。CD ロムがついていて、 この書類を書くと通りますよみたいなね。会社作れますよみたいな二20万円ぐらいで売ってたんですよ。で、会社の設立費用がやっぱ二十数万円とかかかるみたいな感じで。結局、そういうふうに株式会社の作り方は資本金1円でできるんだけども、トータルではやっぱ100万ぐらいかかるみたいなのは変わらなかったんですよね。で、時代がどんどん進んでいって、まあ、100万円で起業した人もいたんでしょうね、きっと。で、どんどん繰り返す中で、今度は起業するっていう方法。 会株式会社の作り方はただ同然でどん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 だんだん価格が下がってね、えー、出ていくようになりましたで今は会社の作り方なんてのはもうただで落ちてますしそれからね株式会社の作成代行っていうのはネットで探すとね司法書士さんとかが9800円とかでやってくれるわけですよ収入印紙とか込みで、まあ、20万円前後それに手数料は1万円ぐらいですよみたいなんでやってくれるんで本当にね会社で作りやすくなったんですよね でそうなると起業の方法って簡単になったわけですよ、急に。うん、要するに、以前は何をやるかが決まっていてもハードルが高すぎたんですよ。今はだから逆にね、何をやるかを決めてなくても会社だけはすぐに作れるんですよね。でそういった意味ですごく稼ぎやすい世の中になったなと思います。で、何をもって節穴というふうなね、タイトルを今回つけたかっていうと、あの、なんか結局似たり寄ったりなんですよね。前のに、同じに続きますけども。 あの、なんかテレビを見て、そのテレビの情報に踊らされるなとかって言ってる人って結構いると思うんですけども。踊らされてる人は一人もいないんですよね。それなりに疑って、いろんな角度から考えて、あの七十代八十代のね。テレビばっかり見てる人でも、テレビの情報を疑って見てるんですよ。で、それを私たちは、いや、なんかテレビ見てる人は何も考えずに思考停止してるだろう。っていう風な思考停止状態で、こっちも見てるっていう風なね、感じなんですよね。 で、割と面白いのがね、SNS 私今でも見るんですけどね、あの、Facebook 中心に。SNS では、ものすごくね、国際金融資本とか、ロックフェラーとかね、ロスチャイルド家とか、フリーメイソンとか、詳しい人だらけなんですよ。で、ネオナチスだとか、ディープステートとか言ってるんですよね。で、この、世の中のお金の流れはこういう風になって、アメリカの支配力はこういう風に及んで、みたいな感じで。すごく詳しいんですよ、裏社会に。 でも、裏社会に詳しい人は、なぜかね、表社会に鈍感で、表社会が全然分かってないんですよね。で、世界のお金の流れは分かるのに、自分の懐に入ってくるお金は全然流れがね、分かってないというね、<laughs> いつも月末の支払いにキュ,キュとしていたりとか、あやっぱり10万、20万の、おね、返済に、も宿泊してるとかね。だから一体何者なんだって話ですよ。うんで、なんか、裏社会のね、陰謀がこう動いてるっていうふうにして、 よくよく、その、世界の陰謀論は詳しいんですよね。で、世界は、こういった大富豪とか権力者に操られてるって言うんだけども、いや、待て、お前は奥さん、じ自分の家庭を操れよ、みたいなね。<laughs> もう奥さんに逃げられてるわけですから。だからなんかね、相反してるんですよね。まさに、不穴と言うべきかどういうか、あの、自分の暮らしそのものを強く打ち立てていけば、 世の中がどう変わってもあんまり関係ないのになぜかね自分の生活とか家庭はおろそかにしといてなんかエビデンスも何にもないような裏付けも何もないようなね都市伝説を追っかけて「いや世の中こんなに操られてるから俺たちが金持ちになれるのもしょうがないねえねって言ってるんですけどもねいや金持ちになれますからそれは。<laughs> あの、どんなね支配権力が及ぼうとこの世の中を包もうと個人的に自分だけ金持ちになる方法はありますんでね。 だからそう思うところからスタートすれば、節穴を抜けれるんじゃないかなと思うんですよ。私もマージャン店やりながら、そのテレビでね、ネオヒルズみたいなの見たときに、パソコン一台でなんとかっていうキャッチコピーありましたよね。私、あれをね、真に受けてみたんですよ。うん、だって、どんな大変なことも、どんな辛いことも、パソコンの中の世界で終わるんだったら、もうそんな簡単なことないですよね。とにかくパソコンで問題解決すればいいというね。すごくシンプル。でもマージャンテの経営って 資金集めとか対人関係とかトラブル処理とか法的業務とかむちゃくちゃあっち行ったりこっち行ったりしなくちゃいけないんでそれこそねあの帰って寝るだけみたいになっちゃうんですよそれに比べたらねあの家とか事務所の中に一軒に座ってあのチョロチョロとパソコンやればいいわけですからほんとチョロチョロですよ、うん、楽だなと思いましたよねだからパソコン1台で、ね、起業可能それはねほんとそうですよパパソソココンンでで商品作ってパソコンで 発信集客してパソコンでセールして終わりみたいな。パソコンで入金確認してとかね。うん、節穴じゃなければここにたどり着けるんじゃないかなと思いますけどもね。